さよなら、また愛媛まで不安と期待を背負って必ず夢を叶えて笑顔で帰るために本当の強さ。あれ、おい、もう俺の遥かだろ。いや違うよ、グリーンの遥かだよ。遥か、あれ変わった男言ってんな。え、これ待って、え、グリーンの遥かって、ルーキーズ卒業だった。卒業だったぶっ殺すとか言ってる。ちょっと覗いてみる。え、ちょっとまたあいつら。へへ、おい京都、おい京都骨折してんじゃん。卒業だったんだ。まだ生きてんのかよ。おい京都、お前本当に落ちちゃうのかよ京都。じゃあ最後にあれ教えてくれよ。あの教えてくれたやつだ、開いたらなんかになるって。教えてくれよ京都。やっぱ理解できてなかったんだ。京都、へえ、握れば拳、開けば棚心だ。大事よ。うん、でもね、やっぱ全然わかんねえわ。京都全然わかんねえ。なんでわかんねえ。京都頼む、もう一個教えてくれ。何か他のやつ響くやつ教えてくれ京都。骨折してんだよ俺は。いや卒業だっつってんだろお前。言葉で行こうとしてんだよあいつ。わかった、これはバットだ。はい、バットか。人を殴るための道具じゃない。ああ、なるほどね、うん。ボールを打つための道具だ。うん、ああ、そうだ。わかりやすいやつ、ね。物には物の使い方がある。うん。それをしっかり覚えておくんだ。あ、素敵じゃんか。うん。やっべ、全然聞いてなかった。聞いてないのが悪いの。やべ、聞いてなかったんじゃね。バカすぎるだろ。もう本当にバカ。もう何やってるずっと。バカすぎる。突き刺してる。笑ってる。